ドントレル・ウィリス、ドントレル・ワイン・ウィリス、ダンテレル・ウェイン・ウィリス、1982年1月12日隊は、アメリカ合衆国カリフォルニア州オークランド出身の元プロ野球選手、投手。愛称は、D トレイン、D トレイン。右足を極端に高く蹴り上げ、上体を大きくひねって投球する独特のハイキック投法で知られた。 1981年1月12日にカリフォルニア州オークランドで生まれ母子家庭で育った。母は溶接校で休日はソフトボールの保守を務め地元球団オークランドアスレチックスのエースイダブルのファンでウィリスにブルーのハイキック投法を投げるように教えた。そしてウィリスはブルーそっくりな投手になった。2ドラフト8巡目全体223位指名で シカゴカブスに入団した。3月27日にフロリダ・マーリンズへトレードで移籍。マイナーリーグ A 級カロライナで6試合に先発して4勝0敗、防御率1.49の好成績を挙げると、5月9日にジョシュベケットが故障者リスト入りし、トリプル A 級を飛び越してにメジャーに昇格し、同日の対コロラドロッキーズ戦でにデビュー。 デビュー戦から3回目の登板まで1勝1敗、防御率7.07だったが、その後7月13日までの10回の登板で8、連勝をマークし、防御率は1.05。6月には、ナリーグ新人選手としては、野茂秀夫、1995年6月以来となる、ピッチャーオブザマンスを受賞した。7月12日に行われた、MLB オールスターゲームにも選出され、 ナリーグの投手として1985年のドワイトグッテン以来の若さでの選出となった。ウィリスの登場はブラッドペニーやカール・パバーのラ伸び悩んでいた他の投手にも刺激をもたらし、その結果マーリンズはワールドシリーズを制覇。シーズン終了後、ウィリスは球団史上初の新人王を受賞した。は、開幕から3試合連続で、自責点0で3連勝。 4月25日のブレイブス戦の初回で、自粛点を記録し、昨年の9月23日からの連続無自粛点が27.1回で、途切れた。しかし、その後は低迷し、負け越した上に防御率を0.7近く、悪化させるなど2年目のジンクスにはまったが、カール・パバーノに次ぐ、チーム2番目の勝ち数、10、脱三振、139を記録した。 開幕から2戦連続で完封勝利。その後は、連勝を伸ばして7戦7勝を記録し、球団史上リバンヘルナンデスの開幕から9戦9勝に、次ぐ好調なスタートを切った。最終的に22勝で最多勝ちのタイトルを獲得し、球団史上初の20勝投手となった。サイヤング賞投票では、クリスカー・ペンターに次ぐ票を集めた。は、3月に開催された。 ワールドベースボールクラシック WBC にアメリカ合衆国代表として出場し、ロジャー・グレメンスやジェイク・ピービーと先発ローテーションを形成。前年の2005年に行われた WBC 開催発表記者会見に出席するなど意欲的だったが、調整不足からコントロールを乱し、カナダ戦、韓国戦と2試合に登板して2敗。 防御率12.71と散々な成績だった。その後の MLB レギュラーシーズンでも安定せず、12勝12敗、防御率3.87と、前年から成績を落とした。は、成績が、さらに悪化した。選手層が薄いマーリンズにおいて、ローテーションを落ちこそなかったが、敗戦数、防御率、失点、自責点、ホイップで、自己最悪の数字を記録、特に失点、 自責点はリーグワーストだった。2003年からの5年間マーリンズ在籍中に勝ち数68、脱三振757、先発登板数162を記録し、球団記録を更新した。シーズン終了後の12月4日に年俸総額の削減を進めていたマーリンズは、主砲のミゲル・カブレラと共にウィリスをデトロイト・タイガースにトレードし、 その後2010年まで3年総額に900万ドルで契約を結んだ。は、前年の不調を引きずったのか、ストライクがほとんど入らないまでに請求が悪化し、故障もあったためシーズンの大半をマイナーで過ごすなどチームの期待を大きく裏切った。は、開幕から不安障害で故障者リスト入りし、7先発後に同じ病気で離脱し、シーズンを終えた。 6月1日にトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍。7月6日に放出された。7月14日にサンフランシスコジャイアンツと契約。11月6日に FA となった。11月23日にシンシナ・キレッツとマイナー契約を結んだ。10月30日に FA となった。12月15日にフィラデルフィア・フィリーズとノンギアランティで単年契約を結んだ。 契約が確定する前日の3月15日に違約金を支払われて契約を解消された。3月20日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結んだ。同年7月2日に現役引退を表明し、10月16日に契約を解除された。1月3日に引退を撤回し、シカゴカブスとマイナー契約を結んだが、3月30日に放出された。 4月5日に独立リーグアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約8月4日にロサンゼルスエンゼルスオブアナハイムとマイナー契約を結んだ11月5日に FA となった1月10日にジャイアンツと再びマイナー契約を結んだ4月に解雇され7月5日にアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約1月21日に ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだが、スプリングトレーニングでも登板することなく3月13日に2度目の現役引退を表明。引退後は、フォックススポーツのキャスターに就任。投球時に右足を極端に高く蹴り上げ、体を大きくひねって、サイドスローを気味にリリースする独特のハイキック投法から投げる。バランス向上のため、 年々右足の上げ幅を小さくしているほか、カウントと打者の左右に合わせて、スリークオーターからサイドスローまで腕の角度を変えることによって、打者にリリースポイントを判断させづらくしている。手元で小さくスライドする、ツーシーム、大きなスラーブ、右打者から鋭く遠ざかるチェンジアップを主な武器とし、コントロール、ストライクを取る能力に、やや課題を残すものの、コマンド、 狙ったスポットに投げる能力に優れていた。しかし2006年からは請求に苦しむようになり、2008年はストライクがほとんど入らないまでに請求が悪化し、シーズンの大半をマイナーで過ごした。ハイキック投法から投げるので、メキシコの街道、フェルナンド・バレンズベラによく似ていると言われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。